はい、こんにちは。えー、と8月の合室ですね。こちらが中学生のお手本になります、えっと。こちらなんですけど、ちょっと見ていただいて、まずちょっとここを開けるっていうことですね。ここね。で下のライン、ちょっとこう見てください。こういうラインができるといいんですよ。ここね。だから、ここにちょっと大きな隙間と、 えっと、ここは、まあ、はめよりも少し上がるかなぐらいな感じで、ちょっとこの辺もね、あの、見といてください。で、こういう図になるようにしたいんだっていうとこ、まず頭に置いて、それから書き始めます。で、えー、っと、ちょっと、始めからいきますけどね。まずは文字の形。それから、えっと、ちょっとまあ、入れ方っていうところもね、いきなりは難しいんだけど、 ちょっっとと行ってみようと思いますでこういう行のものを書くときっていうのは必ず隣に置きます。なのでここの線のところでこうピシッと折ってしまって構いませんのでこういうふうにね当てるようにしますよ。今私が使っているのは 中心線をももう引いてしまったものですお手本にも中心線が引いてありますので、えっと、そこですね、えー、こちらの練習用紙はダウンロードできるように個人ページのところに PDF が貼ってありますのでそれをあの印刷してもらうと実際の聖書用紙と同じ大きさになりますので使ってみるといいかなと思いますでまずちょっと初めての方もいるのでちょっとペンの話を少ししていきます、えっと、こういったまあボールペン タイプのものこのも、ね、こペン先がねそれからこういうデスクペンだったり万年筆っていうもの、まあ、だ何でもいいんですよどれを使っても構いませんがまずはあのこういうタイプのものの方がいいかなと思いますでインクの種類も油性と水性とあとそうですねゲルゲルのタイプがありますけど 今、私が今これ持ってる、これはゲルタイプのものです。何が違うかっていうと、少しね、あのー、柔らかい感じ。インクがちょっとトロっとした感じがしますね。こう、書いてみると。まあ、こんな感じですよね。こういうものですね。それに対して、水性のものっていうのはもっと、もっともっと、 薄い感じだし柔らかい感じだしこれにじんだりもするし角度によっては細さが出せたりっていう,そうあの表現の仕方これはね幅が広がりますのでただあのやっぱ弱いんですよこのペン先が弱いのでここねこう押すとね開くんですここが。 ちょっとかかりにくいかなこうパカって開くんですよなのでギュッて筆圧がこうギュッてすごく強かったりするとペン先傷んでしまいますので少し慣れてからの方がいいかなっていうところですでもう一つは油性ペン油性油性ペンじゃないよごめんね油性のボールペンですね油性のボールペンこれはまあブルーなんですけど まあこれは少し硬い印象がありますよねこれは0.38でだいぶ細いですがーと特徴としてはこうたまりができやすいこういうところこれでこするとすごく汚れたりするのでうーんあまりおすすめではないんですがうーんその汚れさえなければまあいいのかな時々はね私も使いますで今回お手本を書いたのはどれかっていうとこちらの。 万年筆タイプのものを使ってますが、えー、この出来上がりのところ見てもらって印刷だと特にね、うん、ゲルでも別に同じような感じが出せたりしますねこのぐらいだと、まあ、今回は、まあ、いつもそうなんですけどねこれが多いです私が使ってるのはうんとパイロット G3 ゲル 0.5ですすね0.5細い方が綺麗に見えますやっぱりこうゆっくり描いたりすると太くなりがちなのでこういうねまたこうすって抜いたりするところっていうのはあまり太さがね出ないでほしいとこじゃないですか。っていうとこであのちょっと細めがいいかなっていうところそしてインクはちょっと柔らかめなものゲル,ゲルもねあのえっ、ー、といろいろ。 いろいろっていうかな2種類多分あると思うんですよちょっと固いものと柔らかいものとって、それでどちらかというと水っぽい感じ柔らかいタイプのものを使うようにするといいと思いますよく出てるあのサラサなんていうのはちょっと固めですよね私はあまりあれは好きではないんですがまあ、好き好きなのでねあの書きやすいやつ自分のね選んでくださいねでこの大きいという字ちょっと見ていくと まず、これ、大きいっていう字は、普通、会所で、普通っていうかね、会所で書くとよく、こうして、まっすぐ下ろしてきて、こうだよっていうような、こういう動きをよくするんですけど、これ、違いますよね。これはね、こう、ギュッっていうのは一緒ですけど、ここから、結構早い段階でも左に行ってる。で、ギュッと。 これで大事なのは何かっていうと、左へのこの動きと右のこの針っていうのが対称であれば構いませんよっていうとこですね。左と右が対称になってる。この角度、この角度に対してこちらのこの角度。で、こういうふうにここを結んでみると、だいたい三角形な感じ。 ね正三角形な感じですよねでここの長さっていうのはやはり会社の時も言いますけど少し長めを意識することここよりもねちょっと長いかなぐらいの方がいいんです字の中の右下にあたるこのラインっていうのはちょっと重めにしましょうでそこから今すって抜きましたよねこれね別にあの 何も考えずに抜いたわけじゃなくて次の字をちゃんと思って抜いてます大事と書きたいのでここからのこういうラインを持ってきたいんですよここからスッとこうね、うん、っていうところだから全部このスッて抜いてるこれっていうのはあの計算があってのことですここに行きたいで次もそうですよこうに行きたいんですでこれ最初と違うのはここが短いですねこうこう上がってきて上 ここからこういうラインで上がってきます。でこう来て次下に向かってるのはこの「お」があるからですね。こういう動きをします。うん、今流れでちょっと書いちゃってますけど、えっと、ちょっと説明をするとこの字っていうのは えーとここね本当はほらここからこうきてこうギューって長い部分ですよねっていうのこれが行書になるとちょっとこれ短くなるんだよっていうところをちょっと覚えておいてくださいでこちょこちょっていう感じで書きますけど動きが違いますねここね、えー、こうしといてこう上にあのこうまっすぐしといて下から上にこう行くような感じですこここががすごくくう傾斜がつく で「きてますよねこれででですすすねねね傾斜がが、ね、そ,そここここう意識するとこです、ね、でオーバーバの流れを組んでなので、あのー、ギュッてこうあんまり上がりすぎないってことちょっとやっぱ上からの流れをこう感じ取るような感じでねこ,うこれの場合はちょっと下向いてるぐらいな感じですねでこうストーンそこからこう切ってこれもそうです次にこっちに行きたいんですよ「な」が来るからこ こういういラインですね。それをイメージするというところでここの動きからここの辺りでも次「な」だなっていうでここまで行ってあの落ち着いてもいいですよ一旦こう離してみてねでただ次書き始める時ここいきなりドーンって入るんじゃなくてここをこう書いたっていうのをちょっと感じ取ってからそこからスッとこう来てでここからジャンプするようにしてこっち来ますよね。 でここからこうトントン次もスッと抜いて次はこちらですこういうことですよねそうそうそれを感じてあげることでここのテロンってちょっと見えてるこれっていうのはすごく自然な感じが出ますねこれ訳分わわからずにビヨンってやるとよくほらこういう風になってたりねこれおかしいですよねすごいあの不自然な感じやっぱ自然がね一番だと思います その自然さを出すっていうのがまあ難しいんですが次の字のことを考えてあげるっていうところが一番ですねはいそしてここからのこういうふうに来てここから次「運」です「運」は近いところからですよねこうこんな感じですねうんえっとで初め分かりにくいと思うんですがえっとまあこういう大事とかいうねこの 文章だとしたらこの「大事」っていうのはひとまとめに書けばいいしただここで少し切れ目があまりないのでうーん「大事」をとかそこまで言っちゃってもいいかなでさっきみたいに「何の一画目のところで止まるとか、まあ、基本的なところは2字ずつってよく言います。これさっきの「さ」と「うん」をねこうやってつなげてこうやって書いたみたいに2字ずつやると。 あの分かりやすすいですねまずはっていうとこです、まあ、そこだけじゃないんですが少しねそうやって切れ目を自分でここで切ろうかなっていうのを初めに考えておくといいですねはい干せばえっ、ー、と1234でもこの2つ2つっていう流れもちろん普通にこう刃のようにここに書いてもいいんですよ。トントン でトトントンここから口ですからこうしといてキュッとしてこれただこの口っていうのはあのー、まだ字の途中ですよねこれねあの辺側にあるものですがやっぱり上がり調子で終わりたいわけですよここは下がってこないでほしいとこね上がり調子でなんなら最後抜けるのはあちらへ抜けるように次の角がこう上ですでスッときてふわっとしといてここ大事なのこういうところ 隙間開けましょうこれ他の学年のどっかでも言ってましたねふわっとしてギュッてするとここ開きますよねこれ習字でもねやりますこっからの縦ラインからのぎゅーっと張って次抜けますよこちらに抜きますこうまちょっとこれ今大げさだったかなもっとあの優しく うん、自然がいいですけどね。でこうちょっと遠くに飛んでいきますね。こちらはね。でここでこう来たら上に行っといて。スッと抜きます。うんで、ここスーッとしてこの流れでこちらで早い段階で曲がっておいてこうですね。で、ここに隙間こういうところも大事にしましょう。 そうこういう感じの部分とかはねやっぱこの右上がりの感じこう上がってるでしょ全部この辺はもちろんそうですけどここもすごく上がってるでしょ上がっておいて最後のこれはしっかり下がってきてますよねこういうラインを見落とさないようにしてくださいう、えー、とじゃあちょっと次の行に行きますけど長くなっちゃうのよねもっとね短くサクッとやりたいんだけど言い始めるとね止まんなくなっちゃって。 なかなかねまとめられないのが最近ちょっとうん考えてるんだけどね。でえー、と次ですね「小」という字いきますこの「小」っていうのは、えー、と会場と違って少し下のラインになってますよね。でこの字っていうのは小、えーまあ、っていう小さいっていう意味ですけどそのその通りなんですよもうこれはちょっと小さく書くんです。 こう点は大事にしたいちょっとこれ下でしょこう横に跳ねるようにしておいてこの点の向きとかよく見ておいてくださいこうしてこちらもこうしてっていう点がすごく大事ですで小ぶりでしょ小ぶりなんですこれひらがなと同じぐらいなんか小さく見えますよねでさっきの見たこあのここ,ここね12この2つのつながり次3 4 なるですねこういう感じです今のこういうところをよく見てくださいこの辺ね。でまたことという字がきますこれも一緒ですねここね短くなってます行書ですこう長くてこうキュッとしておいてこうですよねここから一下から上へ行ってもっと上へ飛んでいきますこう押しておいて次をに行って 怠ららずというの、あのー、がのががあひな連続漢字よりも、まあ、漢字もそうなんですけどこのひらがなの連続っていうのがいつも難しいよねっていう話をするんですがこの辺切れるところがねなかなかないですよね。でこういうところは点が大事っていうのをいつも言いますけどこう点を打って。 この遠くですよね。この点がね。遠くそこからストンって下ろす。下ろすような感じ。このえーとこういう字と字の間をつないでいるような。この線っていうのを連綿って言うんですけど、それっていうのはふにゃっとあまりさせたくないんですよ。ふにゃふにゃするとすごく遠回りになってしまうなので、そこ直線と思った方がいいですね。こうまずおです。こう上がって少し柔らかく内側にこう入ってください。はい。 で、あの、ここの隙間、あのー、ここの間っていうのを無理に作ろうとしなくていいです。もう大人になると、ここは、こう潰してっていいぐらい。で、遠く、ここからの、こう。この一連の動きですね。ここぐらいまでで一旦一息ついても構いません。怒こったらず、下入らなくなるかな。 とずらしておきましょうか。で、ね、えっ、ー、とすっとしてでここからこうでこうですね。点をしっかりちゃんと打って抜いてまた入って横そこから図です。すっていうのは下が短いですよね。すごく短い元の字はすんという字です。一寸帽子のすんですね。の字を思い出してくださいね。 えー、ここですこここの字からここの感じすごく近いでしょこういうところをよく見ておくことそれからよくあるこういう感じここのライン平行になってますよねだいたい右上がりですべて平行な感じでいいんですがここだけはこういうラインでそこを崩していくような感じですねはいそれをいきますよトントントンここから はい、縦が先です。縦先の、1、2、はい、下からギュッてやったら、こうに来て、はい、すぐ上。ここ、ここからの、ここ。こんな感じです。で、ここ少し肩落としていいです。丸くしておいて、ここから、しっかり入れて、スッとで、そのスッと下先、しー、入ってますよね。む、こういう感じです。ここからギュッと来て、こう来て。 上上に上がりますこうシムはい次にじゃあ行きましょうはい別紙ですねうーんとうちょっとここがねもともと汚れちゃっててそ,うそのまま印刷かけちゃったからねちょっとすいませんねここ消したんだけどなんか。 うんダメだな。えー、別紙行きますよ。あのこれ見てわかる通りカクンカクンしてない。ベーとかクとかね、あのカクンカクンしやすい字ですけど、こうにやらないでくださいね。こういうところきつくなるとよくないですよ。これねやりがちですけどね柔らかいでしょこういうところであまり硬く止めないことね。スっとしてこんな感じで。 これぐらいでいいです。でこうに書いてから濁点でいいですよ。はい、では次ですね。はい小さいという字です。小さいっていうのはさっきもありましたね。ドンからのこうしておいてこういうことです。で「つ」。 り、はい、はこのさっきのトントンってもう書いたその流れのままにこう降りてきてこうりってねこの中心ラインからこうあのむ出ていくようなそんな感じがいいです。こう平行にならないこうにならないここ細いでしょなんとなくこれだと。 これ広がっていきたいんだなって本当はそういう動きが入るといいですねリーっでこんな感じですスッと抜いて次が台ですこちらからこうに来といてあさっきと違う形こうですね今のはここからとに行きたかったからなんとなくほらこのピヨンって出てるこれが行き先を示してますからねほらこうですよねこれねとなる ここからの「と」「な」は「とん」「どん」はい「る」です。「る」こんな感じですね。はい、で中中3でいきましょう。123年生全部共通ですねこれね。えー、ここからじゃあ中という字です。ちょっと長めにしておいて。 そして上がりますよ。ぎゅっと。でこんな感じで何か右に寄ってるぐらいでいいです。3を書きます。こんな感じですね。はい。そう、えー、全体的にはまあそこまで難しくはないですがえっ、ー、とまあね。 ちょっと初めて出てくるこういうところ、うんうん、気をつけてあげるといいかなそうするとほらここがあ一番長いんだなってあとはそんなに頑張るところはないですよねここが長いんだこの字はっていうところで覚えちゃってくださいそれぐらいかな、うん、あと大きいっていう字は2回出てきてますよねこの「小」っていう字も2回出てきてますちょっと形が変わってるこの「小」の場合はあんまり変わってないですけど ののねこの違いいをちょっと出してみてみくださいそれからこの「欲する」という字かっこいいですねこれねあの広がりがこう上にあって下揃えるように持ってきますけど動きがとてもありますねこういうとこかっこいいとこですのでやってみてください。